磯女は九州各地に広くに伝わる女の妖怪。その名が示すように沿岸地方に現れるという。外見は上半身は人間の美女に近いが、下半身は幽霊のようにぼやけている、竜や蛇のようになっている、常人と変わりないなどの説があり、背後から見るとただの岩にしか見えないとも言われる。全身が濡れており、髪は地面に触れるほど、 長く垂れているとも言う。長崎県南高木郡西号の伝承では、長い黒髪の一層女が砂浜に現れて、沖合をじっと見つめており、それを見た者が声をかけようとすると、鼓膜を突き刺すような、鋭い声で叫び、長い髪がそのものにまとわりつき、毛を伝って、行き地を吸うという。主に盆時期や大晦日の夜、海岸の石の上に座り、 近くを通る者を奇妙な声で呼び止め、呼ばれた者が近づくと襲いかかるとも言う。そのため磯女の現れる土地では、海岸を歩く時にはどんなに美人がいても近づいては、ならないと今められていた。熊本県天草市での言い伝えでは、船が港に泊まっている時、夜中に磯女が友綱を伝って、船に忍び込み、船中で眠っている人に髪の毛をかぶせ、 その毛で血を吸って死に至らしめるという。そのため船が知らぬ土地で停泊するときは、友綱を取らずに、怒りだけ下ろしておくという風習がある。島原半島でも、停泊時の同様の風習のほか、漁師の家の戸間のかやを三本、着物の上に乗せて寝ると、磯女に襲われずに済むいう言われがあった。北九州の漁村の伝承では、磯女は、カニが化けたものなので、 カニのようにどこにでもよじ登るのだという。また、イソ女を避けるために友綱を使わないという伝承から、イソ女は綱を伝うことはできても海を泳ぐことはできないという説もあるが、福岡県東北の海岸では、イソ女が水上を歩いていたという伝承もある。熊本県の五所浦島では、イソ女は姿を変えることができるとも言われ、白髪の老人の姿となったイソ女が、 漁師に昼飯をねだったという話がある。長崎県北松浦郡小地下町では、磯女の正体は水死者と言われ、なぎの日に船頭の前に現れ、海の中にある魂を陸に返してくれるよう頼むという。磯女の名は九州西部で呼ばれているもので、土地によっては、磯女子、甘、海姫、海女房、樹女子などの別名もある。磯女、 よろずせなのの伝わる有明海長崎の知事岩会や有明海では磯女をよろずせなのと呼び以下のような話がある。ある漁村では大晦日と盆の17日には漁を休む風習があったが一人の男がそれに背いて海へ漁に出た。たくさんの獲物が取れたので帰ろうとしたところ耳をつんざく恐ろしい叫び声で男の鼓膜が破れ明かりが消えた。そして 暗闇で何者かが近づき、風習に背いたことを責めて、男の顔を殴りつけた。男は、ようやく逃げ帰ったものの、そのまま死んでしまったという。鹿児島県泉郡長島町では、磯にいる美女の妖怪、磯姫が人間を襲って、千代数が磯姫の姿を目にしただけでも死んでしまう。たとえすぐに顔を背けても、一目でも目にしたが、最後、すぐに死んでしまうと言われている。 三陸海岸では、漁に出て戻ってこない男たちを案じる女房の、ところへ、大きな風呂敷包みを持った、海女房が尋ね、けで溺れ死んだ者たちの首を持ってきてやったと言って、笑いながら包みを解くと、中から漁に出た男の生首が五つほど、転がり出たという。佐賀県東唐津では、鎮税町かから島には、抱きが出るため、怒りを下ろすだけで、友綱はつけないという伝承がある。 東唐津の漁師が島の海岸で火を焚いていると見知らぬ女が魚をくれと言って近づいてきたが様子が変だと思った漁師は船にはない魚を取りに子供をやり子供がないと言って戻ってくると自分も探すふりをして船に戻った乗り込むが早いか漁師が友綱も怒り綱も切って沖に逃げると女はえいっ 命を取り損ねたと言って、悔しがったと言われる。石川県に江沼郡橋立町では、浜に、浜姫と言われる者がおり、気味が悪いほどの美女だが、この浜姫に見られた者は影を呑まれて死んでしまうという、ありがとうございます。